皆さんお疲れ様です小川太平の事件考察室本日撮影収録日は2024年1月28日日曜日になります今日の分の配信は明日1月29日月曜日を予定しておりますよろしくお願い申し上げます今日のタイトルはですね松本人氏関連ということで今回ホワイトボードを使った解説は3回目になります まあダウンタウンのね松本人志さんの関係で「週刊文春」の記事昨年末出ましたそのことでねまあその後もずっと出てるんですけども今回松本人志側が「ですねこの週刊文春」の記事で名誉を毀損されたということでですね約5億5000万円の損害賠償や謝罪広告の掲載を求めるというね えー、提訴をしております、えーまあ、訴状を送ったということで提訴していると、えー、いうことですね、えー、民事訴訟です文春側はこれに対して記事には十分な自信を持っているというふうにねコメントしています昨年末のこの文春の記事ですぐ吉本興業が事実無根等という発表をしていたんですがしかも吉本興業としては まあこれ以上記事が出るようでしたら提訴も考えているといったようなことをねおっしゃってたんですがなんと今回はこの提訴自体は松本人志さん個人で提訴していますこの5億5000万円というのはまあ損害賠償名誉を毀損されたということプラスあのメディア等に出る機会が 減った出ないっていうふうに決められたわけじゃないんですがご自身が芸人としての活動を続けながらこの裁判に備えるというのは非常に難しいまあそれは確かにおっしゃる通りかなと、うん、あのやっぱりお笑いを笑いを届けるエンターテインメントですからそういう疑惑があるのにっていうことだと思いますさすがにそれはできないということで今お仕事を休業一時的に休んでいるといったようなことなのでそういったことも含めてただ 訴状を詳しく公表されてないのでこの5億5000万というのが1年間 を前提にしているのか、もっと長期間を前提にしているのか、実際はわかりません、あ実際、裁判というのは一心もあれば、上告していくとね、えー、もっと長引くのもあるんですけども、まあそれでも1年で終わるってことは、まあ、ないだろうなぁと、でこれ控訴すればあ3年とかかかることも当然考えられるのかなというふうに思っていますが、実際、この5億5000万という根拠はどこにあるのかわかりませんが、これはあくまでも松本一氏 市が個人人で、まあ、代理人を立ててて提訴しているよくよく考えてみると、まあ、ダウンタウンの松本人志さんがテレビに出れなくなって損害を被ったっていうのは本人はもちろんかも分かりませんけども吉本興業の所属タレントですから吉本興業でまあ一番稼いでいるかどうかそこを詳しくは分かりませんけども報酬面でいくとねこのピラミッドの一番てっぺんあたりに。 いてももおかしくないそのものが名誉を傷つけられたこれ吉本興業も同じことを最初言ってたわけですからとなれば吉本興業も実際提訴、まあ、連名なり吉本興業がメインで提訴するのかなと思っていたら吉本興業はしていない、まあ、そこはなぜなんだろうなというまた逆に考えると松本人志が行ったことがこれ名誉毀損でなくて事実だとすれば。 自律だとすれば松本人志氏が私的なこととはいえこういったことをやったことでえ自分の吉本興業が利益を得られるものが得られなくなったとなると逆に吉本興業が松本人志氏に対して提訴することもまあ考えられるのかなというふうに思ったりもしていますま。今回のね えー、この提訴に関してはこの立証責任名誉を毀損されたというのは松本一志さん側の言い分で記事が間違いないですよっていうねことに関しては立証責任は週刊文春側にあるんですあの松本一志氏,氏側にそんなことはやってませんよというねことを証明するのではなくそうだったんだというね立証責任っていうのは文春側にあります。 じゃあ文春側にあるからえ松本氏側は何もしなくていいのかというとそうではないんですけどもまず今回に関しては公共性があるか1つ目、これは文春側に公共性があるかあと、公益の目的かというところですねまあ中には弁護士の先生でもいろんなこう意見があるとは思うんですがやはりね公共性、公益性 公益目的っていうのは、やはり松本氏になればですね。ま、政治家ではないんですけど、もま公人と言っていいのではないかなと。単なる有名人とかタレントよりもまあ公人と言ってもね。いいのではないかなというふうに思うので、まあ公共性もあれば公益の目的もあるということだと思います。まあこれに関してはそんなにね。争うところでもないのかなという感じがするんですが、ここです。真実性の証明。 いいいうのを、ね、しななきゃいけないんですね真実性の証明、この記事に書いた内容が真実なんだ、ただ真実の証明って非常に難しいと思うんですが、これが意外とね、これ民事訴訟ですから、真実だと足りる相当な理由があれば、これ OK なんです、ね、相当な理由があれば OK、例えば、相当な理由のもっと上、真実と足りる十分な理由は必要ないんです、相当な理由でいけるわけですね。 それを考えると文春側はちゃんとこういうふうにきちんと取材をしているんですよ。っていえばそれが事実かどうかは別としても真実だと足りる相当な理由というふうに判断されればこの提訴自体がもう棄却,却されることになるのかなということが言えると思いますあとメディアでで非常に強いのはここなんです。 取材源のの得っていうのが、ね、あるんですね、まあ、これ刑事だったらやっぱりどこからちゃんと話を聞いてきた最低でもこの情報源調所一本巻いてこいっていうのがあるんですけどもこういう週刊誌報道とは取材源の取得これはね最高裁の判例もあってですね、えー、取材源の取得が認められていますというのはこういうことで、まあ、誰かが犯罪もしくは悪いことをした。 そのことを、まあ、訴えてくれたにもかかわらず、その人がいちいち裁判になったときに出て行って、事実です、間違いありませんっていうのを言う裁判で誰でも傍聴できるわけですから、そうすると、取材源の方、情報源の方に不利益がこむるわけですよね、まあ、今回でも顔出しで、まあ、そういう話をしている人がいますけど、それでもね。 いろんなもう誹謗中傷があったりとかするぐらいなのでえそういったところを考えて取材源の取得って、まあ、認められてるんですが実際、最高裁でもこ2006年だか2007年だか、はい、もう20年近く前になるんですがえこれ、NHK の記者だったと思いますえ、その取材源の取得が認められたともちろんねこの取材源の取得ですけども、取材源情報源の 方まあ、今回でいくと女性の方ですね、いや、いいですよ、私出て、裁判でちゃんと説明しますと、証人として出廷しますって言ってくれれば、本人が嫌がらなければ全然出てもらってもいいんですけども、まあ、別に本人が、いや、出て話、そこまではしたくない。 となれば、例えば陳述書であったりとか、まあ名前を伏せてね、えー、そういったのも、女性の場合はそういったのが認められています。刑事事件でも、被害者としてね、呼ばれる時には、ついたてがあったりとか、あとは別、別室室でリモートで、同じ裁判所内の別室でリモートで出たりとか、だから傍聴人等には見えません。 そういうふうにね、あの傍聴、誰でも何人も傍聴できるんですけども、傍聴人には見えない形で、この証人出廷とか、刑事でもするぐらいなので、民事でも出したくない、出たくないって言えば、これが認められるといったようなことがね、実際にはあります。ですから、こういったことを見てもね、まあ、松本人志側には、結構厳しい戦いになるのかなという感じがします。 記事を出す方はあらかじめ記事を出すすとこが分かってるわけですねそうするとこういう記事を出せば当然相手は提訴というねことをしてくるだろうなっていうことは想定できるわけですしかもこの「週刊文春」というのはもちろんあの全てのね記事で勝ってるわけではなくて負けてることもたくさんあります和解しているのもたくさんあるというふうに聞いてますがまあ今現在もえたくさんの裁判もね 抱えてるんですけども、うん、やはり仕事だから記事が売れればいいんだっていう考えなのかどうかそこまではねちょっとわからないんですけどまあそういうふうにね、えー、たくさん抱えてるってことはつまりこういったことの裁判慣れってしてるわけですよもちろん負けてるのもありますよ負けて数千万取られたとかねあの大相撲の関係かな、えー、そういったのもあったりするので一概に記事が正しいことが強いとかっていう。 わけでではないんですがただ松本さん松本人志側には前回私がちょっとお話ししましたスピードワゴンの小沢さんに来たラインの文書これが一つだけなのかまだ他にもこういったのがあるのかでまたその時呼ばれた女性がその時だけで終わってるのかまた別の機会にも同じ人が来ているのかこれ例えばそういうふうに自分が被害に遭った。 言っ,ったような気持ち認識があれば次に呼ばれた時には行きませんよねこれ分かりませんけどね実際にその1回だけなのかその後もお付き合いというかあの呼ばれて行ったりしてるのか分かりませんけどもそういったのがあれば今度逆にね松本人志側にも言い分が出てくるのかなというふうに思ったりしてますちょっとここでね松本人志側の提訴提訴があってその後ですその翌日かな 吉本興業が、まあこれホームページにも載ってるんですけども、コメントを発表しています。ちょっとね、あなんかトーンダウンしたなと。まあ、前回、吉本興業のコメントがどんどん変遷しているという話をしましたが、その変遷でもね、だんだんトーンダウンしているな、ちょっとここに違和感がありました。えー、ホームページの中のコメントの一部を読んでみたいと思います。 現在当社におきましてはコンプライアンスアドバイザーの助言などを受けながら外部弁護士を交えて当事者を含む関係者に聞き取り調査を行い事実確認を進めているところですこれ現在進行形ですよね当事者を含む関係者に当事者というのは当事者これ松本さんですよね当事者を含む関係者まあ関係者というのは 吉本のタレントさんとか松本氏から言われて女性を集めたりしていたような方が吉本にいるのかどうか分かりませんけどもそういった人に聞き取り調査を行い事実確認を進めているところですえ12月末にこの記事が出た時に事実無根ですって言ってますよねそれって聞き取り調査をすぐにやったんじゃないんですかすぐにやって迅速にコメントを発表したんじゃ したととと思っってましたたけどどななななんんかかかうううやらそうじゃないなんかちょっと違うのかなとただ、さすがに吉本興業が何も聞かないで松本人志がこうだったってそんなことない事実無根だよって勝手に発表したとは思えないんですねやはりなんか話、まあ、詳しく詰めて聞いてないかも分かりませんけどだその後にいろんなタレントさんから聞いてなんかそういったのが出てきて再度。 さらに事情聴取、聞き取り調査を事実確認をしているんじゃないかなと思うようなコメントが出てきているというところにね、ちょっとこう不可解というかね、不自然さ、しかもこの提訴も松本人志氏が個人で提訴している、吉本興業法人として提訴しているわけではない。 といったようなところを見るとね、ちょっとそのあたりに違和感があったので、今回取り上げてみました。本日は以上になります。ありがとうございました。小川大平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひこのテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、 ご連絡をくださいまたです、ね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかです、ね、そういったことがあれば、そういったものも,も,のもです、ね、ぜひご連絡いただければと思いますよろししくお願いします。